こんにちは、暗号通貨ニュースです。ビットコイン大暴落してるじゃないですか。いやね、上がり続けるってことはないんですよ。上がるってことは落ちるんですよね。上がった分だけ重力が働いてますから。でそもそもね、ビットコインが値上がりしたらそれは利確したいですよね。で利確が起きるんで必ずこうやって暴落が来るんですよ。だからこれがね、陰謀だとかね、なんかのね、前触れだとかね、そういうふうに想像するのはいいんですけども、いや上がれば落ちるでしょ、当たり前のように。ね、700万タッチしたのが本当にできすぎてたんですよ。だいたいあれじゃないですか、500万ぐらいでいいんじゃないですか、今ビットコイン。500万でも皆さんね、そこそこ利益取れてるでしょ。慌てることはないですよ。やばいんだったら利確すればいいですしね。ただやっぱり600万とか700万で買っちゃった方は、ちょっと遅いんじゃないかなと思います、それは。もし買うんだったら押し目で買うわけですから、今買わないといけない。だから早すぎたり遅すぎたりって感じですよね。まあ私はもう何回も言いますけども、100万円を超えないところが、100万円以下のところが買い時で、それ以降買い時はないですよ、私たちには。だったら別の、もっとね、ジュニア通貨とかをね、アルトコインとか行かないといけない。もうビットコインはね、もうキングオブ暗号通貨なんですよ。だからその王様を捉えられるのはまだ兵隊が少ない時、100万円以下の時ですよ。他のアルトコインとの金額の開きはそこまでない時ね。まあそれでもあったけど、今ビットコインが値下がりしたからといって慌てることはないですよ。だってビットコイン3000万とか1億とか目指すと思って買ったわけですよ。誤差じゃないですか。だから投資ってのはお金をなくす人がいるから、だから利益が集まるんですよ。参加した人みんなが儲かるみたいな幻想を抱いてたらね、慌てるんですよね。パーになってもいいじゃないですか。10秒後になくなってもいい、余剰資金で参加してるわけですからね。はい、なくなりました、でも暮らしは特に変わりませんみたいなね。利確してなんか買っときゃよかったなとかね、そのぐらいのもんでしょ、惜しかったなみたいな。だからやっぱりね、乗り遅れた電車っていうのはもう乗れないんですよ。だから次の電車を待つしかない、もしくは別の乗り物ですね、別の投資をしていくしかないんじゃないですか。このぐらいで狼狽するようでしたら、かつてね、あのビットコインを250万ぐらいで買った人が暴落してもうね、やってらんねえやみたいになったことがあるんですよ。どうですかね、その時暴落した30万50万の時に買っておけばよかったみたいに今だったら後付けで思ってるんじゃないですかね。いや、この前も話しましたけど、ビットコインね、買って久保さんの動画見て買いましたとか言ってね、で暴落して買い取ってくださいみたいな人いたんですよ。で私はこんなことで買い取るみたいなね、何やってんだと思って、まあその時はね、ある人から買い取ったんですよ、試しに。わかりましたと。で別に責任は感じないですけども、その値段で出してくれるんだったら僕もう絶対買いますよみたいな感じでね、買いましたよ。その方ね、200万円ぐらいで買ったのを私のせいにしたんですよ、勝手に動画見といてね。で値下がりしたから200万で買えっていうわけですよ。50万切ったような値段のビットコインなんですよ。でも私は200万でも別に高くないと思ったんで、じゃあ分かりましたっていうふうにね、いただきました。そして数年経って今600万超えた時にまた連絡来ましたよ。この前ね、お話しましたけども、すいません久保さん、あの時預かってもらったビットコイン、当時預かってもらった金額の 1.5 倍で私お金払うんで、ビットコインこっち戻してもらえませんかって。あれほど無理やり私に買い取らせたのにね300万で売ってくれって話なんですよ、ね、300万で売ったらその人はローせず300万の含み益取れるじゃないですか。いやさすがにそれはね、ないですよね。あの時ね、50万切った価格のものを200万で買い取らしといてで私が儲かったもんだからね、数年経って連絡してくるというね、だから目先のことではないんですよね、やっぱりね。あと腹もくくらないといけない。ただ反省するべき点としては、そういう人でも私の動画に寄ってきたわけですから、私の発信がね、まだ甘いんだろうなと思います。もっともっと厳しい発信とかね、投資ってのはサラリーマンとかじゃないんですよと、それこそ厳しい世界で戦場ですよってこともお伝えしないといけないし、世の中には投資の世界には詐欺も当たり前にあると。今回私逆詐欺にあったみたいな感じですけどね、いきなりね、勝手に動画を見といて、勝手に私に断りもなく買っといて、で勝手に損して、その時に初めてどうしてくれんだって来るみたいなねでまあ、いいんじゃないの、その値段で買うわみたいな感じで買ったら、今度数年経ってから買い戻しますとか言って買い戻すんだったら650万ですよね、650万払わないんだったら出せないですね投資ってそういうもんじゃないですか。いつまで寝かせればいいのか分かんないところを寝かせるわけじゃないですか。
まあこんなことね、ほとんどの方には言うまでもないと思いますけどね。でもそういう方がいるのも事実ですんで、どっちかっていうと投資の難しさよりもそういうふうなね、ご寝得の人とかね、わけのわかんない人とか、ちょっとね、全然お金とか投資とか学んでない人にご用心じゃないかなと思いますね。だからね、やっぱりね、投資でちゃんと勝ってる人とか真面目な人が動画とかで発信しなくなっちゃうんですよ、こういう人がいるからね。ひどい目に遭うじゃないですか。で、自分なりの見解を言ってるだけなのに、それを真に受けて結果失敗したら責任を押し付けてくるみたいなね、そんなやってらんないですよね。だから信じないんだったら見るなって話なんですよ。で、仮に信じたとしてもね、自分の責任で自分が契約するわけですから、別にね、私でも他の人でもなんか強制的に何かをやらせてるってことはないですからね。というところなんで、ほとんどの方はそんなこと分かってるよみたいな感じだと思いますけども、そうじゃない方もいらっしゃいますんで、今日ね、ビットコイン暴落しても暴落はつきもんですと冒頭したじゃないですか、今まで。で、冒頭の時は浮かれておいて、暴落した時ね、慌てるとかね、もう全くできてないですよ、それは。今日中にビットコインが0円になっても、あ、仮想通貨だったねでいいじゃないですか、仮想なんですから。だからそういう世界だよってことですよ。ただ私はね、10年後とか30年後を見てますから、別にその時までなくなってもいいし、もうね、なくならないと思いますけど、まあ夢でも見ておきましょう。ということで、今日のビットコイン暴落の話でぼやいてみました。いってらっしゃい。